ナ,ナナはテレビ東京及び BS テレビ東京のマスコットキャラクター。誕生日は7月7日。テレビ東京単体のロゴキャラクターでもあり、7の形に曲がった姿がそれにあたる。2013年9月12日、テレビ東京の開局50周年記念キャラクターとしてお披露目された。約130のアイデアの中から、同局のデジタルリモコンキー ID である。 7を連想させることからモチーフはバナナとされた。この時点では正式名称は付けられず、公募で集まった約1万1000通の中から7が選ばれ、同年12月23日に発表された。もともとはテレビ東京の社員食堂のランチメニュー、B セットのデザートだったが、食べられる直前に危機感を感じ、キャラクターに進化した。それから右与曲折を経て、 バナナ社員に就任したものである。通常は喋らないが、東京ライブ22時日夜まったり生放送中、出演時の見会話をすることができ、声はお笑い芸人の博多大吉が担当している。ナナナを動かしているのは、博多大吉ではなく、ゴー、皆川である。ナナナの大きさにはバリエーションがあり、人の身長ほどであったり、肩に乗るほどの身長である。 初めて見た出演者に意外と大きいと言われることがある。赤いチェックのエプロンのようなスカートを着用することもある。頭にスカーフを結んでいたりもする。クリスマスにはサンタではなく、トナカイのコスプレをしていたり、ハンを着ていた。性別は不明だが一人称は僕。本人曰く高級品であり、市販されているバナナはグミンと発言したことがある。なぜか、 博多なまりが時々出たり理解できる。他にもプロレスに詳しい。お友達に花名がいる。ちなみに花名は炊き込み先生になりたいと思っている。花名の声は博多花丸が担当。また、七名の後輩という位置づけでドリアンがモデルのドリアンがいる。もともとテレビ東京の社員食堂のランチメニュー D セットのデザートだったが全く売れないことに 悔しさを感じ、キャラクターに進化した。その後、ナナ,ナの口利きによって、リトル東京ライフのアシスタントを務めることになったほか、ナナ,ナ,ナ役の博多大吉が、スケジュールの都合上などで担当しない場合の代役として2回登場した。ドリアンの声は、川島明が担当。同局の各種番組イベントに出演しているほか、テレビアニメ、遊戯王アーク V にもゲスト出演した。また、 それを記念して実際に使用できるカードの配布も行われた。テレビ東京開局50周年記念番組の歌番組では関ジャニエイトとテレビ東京社員と一緒にダンスを披露している。ナナ,ナ,ナの仲間キャラクターとして犬の蜂がおり仲が良いのだがナナ,ナナの体を食べたりすることもある。ナナ,ナ,ナの制定をもって在京キー局及び 関東地方のテレビ局すべてにマスコットキャラクターが出揃うことになった。また、2016年7月7日には、虎ノ門の同局本社にて、誕生日イベント、7名の誕生日、ありがとう神谷町が開催された。なお、同局本社が、同年11月に、住友不動産ドッポンギグランドタワーへ移転するのを、前に、虎ノ門で行われた最後のイベントとなった。 テレビ、東京ホールディングスの子会社である BS ジャパンが2015年12月に開局15周年を迎えるのを機に、同年2月26日から2018年9月30日までに、7 7に同局のマスコットキャラクター兼任の事例が降りたという名目で BS7 7としても活躍することが決まった。この場合は、同局のロゴ入りスーツを着用する。 2017年8月2日発売のテレビ東京系ザカラオケバトルベストアルバム2に収録。CD 発売時点でのザカラオケバトルの言うマイナス184天皇が歌唱。2017年7月7日7名のバースデーパーティーで披露された。ありがとうございます。